はい、治療時間も伸びるみたいです。そうだね。でもやっぱり飛ぶとこないときついっすよね、しないから。HD しかないときついっすよ。全体的な治療時間も伸びるみたいだから。それで、やったやこさして、また環境が夏場に変わるのがね、去年と同じように変わるんだろうね。確かに、夏よ。ここいないから動くに動けねえし。うわ、あれしか。あの音を聞くと、聞いたことがある音だね。ああ、ピック、ようやく上がったよ、謎が解けたよ。だから一人遅延が発生するから、もう発電機回してないと意外と逆転負け食らうよ、これ。おい、邪魔なんだけど。マジで邪魔なんだけど。
明日見つか。やばい、俺のところに来たか。これもやばい。はい、どうも。私は逃げるんで。逃げないといけないっす。はい、地下回避。高い、地下回避。回避できればいいだけ。まあ、俺のところに来てる。はい、どうも。はい、どうも。はい、どうも。こっちこれにするからね。ヒロちゃんの、最初技だからね。ヒロちゃんのおとりプレイだからね。チームプレイの塊ですよ。鳥ですか。こっちが終わったんかな。そうしたら、あったらはこっちか。俺こっちか。いきましょうか。
でさ、モレルって触んねえのはず。こういうやついるからな、終盤になればなるほど。モレルが機能しないのどうやってやれつんだよ、まあ、モレルがもういないんだぜ、もう助けに入ってないの。ほんと腹立ってくる、こういうやつ一人でもやると無理よ。発電機触んねえし、救助も入んねえんだろ、もうサボりだもん。ああ、よかった。救助ぐらい入ってくれよ、さすがに。うん、救助で動いててくれてるから助かったわ。何してんだよ、まずよ。もうダメ。もうこいつは助けない。もう知らない。自分で行けよ。なんで行かねえんだよ、まずよ。ほんとこういうのが腹立ってくるよな、まず。なんだ、それ仕事じゃないっつってんだよ、それは。ほんとによ、これよ。マジでよ。こういうやつ、マジで腹立ってくるよな。自分だけ生き残ろうとしてんもんな。朝だろう、もうこれ。ほんと腹立つ。一生が大事。よし。うん。いや、無理無理。助けない。あんなプレイしてるやついたら無理よ。普通、発電機回しに行くだろ。インプレイの連発だもん。インプレイの連発してるやつがいる。もう、その時点でやる気ないもんね。謎に救助だけは来るっていう。いや、そんなのいらないから、発電機回してくんない。救助のとフリーなとこなんか誰だってできるじゃん。音聞こえてないんだから、発電機回さないと。回してないもん、この人も。誰に、うん、ましてんの。ホワイトに言うと多分ピンピン鳴ってないから出れんじゃねえっていうのは言ったけど、出れないと思ってんのかな。ピーピーになってないから出れるんじゃね。やる。無理無理無理。あの、助けに行かないでやってた、あのプレイを見た人。多分私は安全策を。なんかチームはね、私は安全策を。俺仕事したからね。安全機回さないでやってるやつがいる。救助しただけで偉いって。俺の方が、あの、正しいに決まってんじゃん。もう8割9割必死で回して、何度もマッチアップして。うん。出れる。出れますね。ピーピー。なってないから出れます。PP なってる時だってダメですね。うん。出れます。出れました。ただまあ捕まったかもしんないけど。うん。あそこのこのゲートから出れたかもしんない。だって。今日はモバイルでピックにやられたんでね。
私はもう、見てましたわ。逃げ筋もイメージしない。10番で発電機触れないやつがダメ。仕事した気になってから救助で。あんなにドフリン、まあ、キャンプしてる傾向がない人だったから、まあ、心音聞こえないければいないってことだから、それは誰でもできるんですよ。キラーがもう接近するかもしれないかわからない状態の発電機器が大事なんですよ。ドワイドローが僕が